紙コップ紙コップの株シコップは飲料水などを入れるための使い捨ての紙製コップ。塩水代を逆さにした形をしているものがほとんどで、スタッキングが可能である。耐水用にごく薄いポリエチレンが貼られているものもある。ポリエチレンは加熱によって摂氏110度前後で溶け出すこともあり、電子レンジオーブンオーブントースターなどでの使用は推奨されていない。 期限は20世紀初頭のアメリカ合衆国とされている。それは1908年にヒュームーアによって飲料水販売企業に作られたもので、後にデキシーカップという商品名で販売され、普及していった。当時、結核菌蔓延防止のため、観察集州で列車内をはじめとする公共のブリキ製共同コップの使用が禁止され、 他の州でも共同コップ使用の禁止がされていったという背景もある。日本製のものは飲料用でなくアイスクリーム用から始まったと言われる。古いものでは東洋製艦が1930年にアイスクリーム用シコップの原型とも言える紙製アイスクリーム容器製造機を開発し実用新案を広告した。日本の飲料用シコップは1950年代から劇場、 野球場、遊園地などで使用されるようになった。さらに1964年の東京オリンピックや1970年の日本万国博覧会の会場で使用されたことで普及が進んだ。自動販売機、花見、ポップコーン、健用、糸電話などにも用いられる。1970年のヨドゴーハイジャック事件ではメモ代わりとして 機内外の情報連絡手段として活用された以下のようなものがある。ありがとうございます。